職人に引き渡されます。水に溶かした砥の粉を生地に塗ります。この砥の粉は京都山科の粘土から作られたものです。砥の粉には生地を着色し木目をきれいに浮かび立たせる効果があります。このような山吹色の砥の粉のほかにも白っぽい色や赤みがかった色などの砥の粉があり、持つ人の好みに合わせて使い分けられています。塗ったやつ、これ塗ったやつを落としてるわけじゃないんだよね。目の中にこう擦り込むようにしてね、この柾目の中にね、だからこうやって綺麗に乾いちゃってからじゃまずいんですよね。3回塗るとやっぱり色が綺麗に出るからね、だからやっぱり昔から3回塗ってるようになるんだ、なるんだよね。でも最近はね、1回で終わりだなんていうのもありますけどね。これヤシャの実って言うんだけどね、ヤシャブシ、ヤシャブシって言うんだ。これを煮詰めてね、やっぱりこう煮詰めるとこういうやつが出るんだけどね、これ昔とか今は使ってないだろうけどね、染める時にこういう色だなんか染める時にね、これを煮詰めたものを入れるとね、色が落ちないって言ってね、これよく使ってたんですよね。これは2回目ね。2回目はこれだけ。これうずくりしてね、ススキの抜いた、その棒を塗って、まだ今度はこれヤシャを塗って、ヤシャだけを塗って、これから乾いたらこれで切って、これは下塗りを落とすとともに上塗りできれいに柾目を出すために行います。でやっと炭素らしくなってくる。最後は上塗りです。これがちょっとまあ難しいっていうか、慣れないとね。これが少なければムラになるし、色がね。多くなればダブダブって言うとボタボタして目が出なくなるし。これはね、こう塗っててね、染み込み具合っていうか、それを見て、それで、あ、この辺だなと思ったらパッとやめるわけね。それいつまでもこすってると色が変わってきたから。霧の木肌の味わいを生かし、いかに良い色を出し柾目を浮かび立たせていくか、まさに職人の腕の見せ所です。上塗りした後は直射日光に当てずに乾燥させます。次に蝋を使って磨き、ツヤを出します。
金具の取り付け、引き手、錠前、長板などを取り付けていきます。最後に扉や引き出しの開け閉めなどを十分に調整し、切りたんすの完成です。切りの木の持つぬくもりと正目の美しさを最大限に生かし、一棹一棹丹精を込めて作られる東京切りたんす。幾世代にもわたって愛用され続けるきりたんすには、江戸以来の磨き抜かれた伝統の技とともに、美しく狂いのこないたんす作りを追求してやまない職人たちの心意気が宿っているように思います。綺麗に乾いちゃってからじゃまずいんですよね。3回塗るとやっぱり色が綺麗に出るからね。だからやっぱり昔から3回塗ってるようになるんだ、なるんだよね。でも最近はね、1回で終わりだなんていうのもありますけどね。これヤシャの実って言うんだけどね、ヤシャビシって言うんだ。これを煮詰めてね、やっぱりこう煮詰めるとこういうやつが出るんだけどね、これ昔とか今は使ってないだろうけどね、染める時にこういう色だなんか染める時にね、これを煮詰めたものを入れるとね、色が落ちないって言ってね、これよく使ってたんですよね。これは2回目ね。2回目はこれだけ。これうずくりしてね、すすきの縫いだ、その棒を塗って、まだ今度はこれヤシャを塗って、ヤシャだけを塗って、これから乾いたらこれで切って、これは下塗りを落とすとともに上塗りできれいに正目を出すために行います。でやっと炭素らしくなって、最後は上塗りです。これがちょっとまあ難しいっていうか、ね、慣れないとね。これが少なくればムラになるし、色がね、多くなればダブダブというとボタボタして目は出なくなるし、金具の取り付け、引き手、錠前、長板などを取り付けていきます。
最後に職人に引き渡されます。水に溶かした砥の粉を生地に塗ります。この砥の粉は京都山科の粘土から作られたものです。砥の粉には生地を着色し木目をきれいに浮かび立たせる効果があります。このような山吹色の砥の粉のほかにも白っぽい色や赤みがかった色などの砥の粉があり、持つ人の好みに合わせて使い分けられています。塗ったやつ、これ塗ったやつを落としてるわけじゃないんだよね。目の中にこう擦り込むようにしてね、この柾目の中にね、だからこうやってこれはね、こう塗っててね、染み込み具合っていうか、それを塗って、それで、あ、この辺だなと思ったらパッとやめるわけね。それいつまでもこすってると色が変わってきたから。霧の木肌の味わいを生かし、いかに良い色を出し柾目を浮かび立たせていくか、まさに職人の腕の見せ所です。上塗りした後は直射日光に当てずに乾燥させます。次にろうを使って磨き艶を出します。